はい、さはい、チャンプルーです。まあね、大人もこういう感じでシャボン玉を楽しんでますね。いいですね、こういうのも。なんかいいですよね、こういう感じでシャボン玉を楽しんでいて、まあ見学者の方もねいらっしゃいますね、こういう感じで。まあね、大人の人でもシャボン玉を見てひとときの幸せをね味わえるっていうやつですね。ああ、来た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 。まあ私はね、また電動一輪車でこう夜のお散歩っていうやつですかね。こんな感じで、ローラースケートをしている人たちもいらっしゃいますね。ここのそうですね、サイドウォークはモータリゼーション、まあ僕みたいなやつが走れないっていうやつですね。電動のスケートボードやスクーターとかはこう走れないっていうルールになってまして、まあここはねしょうがないから、以前は走れたんですけどね。まあシャボン玉がねなんか目につきましたっていうやつですね。なんかいいですよね、子供心を忘れないっていうかね。ねえ、ねえ、こんな感じでねえ、大人も大好きシャボン玉っていうやつでした。さすがです。ピュッ。